マースポはご覧の各社の協賛によりお送りします。月刊すさまじウォッチャー、今回は谷口選手からのリクエスト企画、多趣味でお買い物好きの谷口選手とニカ選手にぴったりなチャレンジをしていただきます。そんな要望に応えていただいたのは、松江市学園1丁目にある万代書店松江店。ゲーム、古着、おもちゃ、カード、コミック、釣り具、楽器などなど、ありとあらゆるジャンルの売りたい買いたいの要望に応えてくれるエンターテインメントリサイクルショップです。ちなみに万代書店来たことある人？はい、しょっちゅう来てます。はい、おさりげなく見たことないです。初めてです。初めてです。おお、絶対楽しいよ。楽しいよ。楽しみです。楽しみ、うん、そして何気なくいいですか、全然前振りには書いてなかったんですけど、皆さんそれぞれこのなんか自分のブランドですか、これは。これ何、これ、はい、何て書いてあるんですか。ヴィンゼクルー、うん、DT は多分みんな知ってるでしょ、うん、はい、DT タイムズです。私もニャンズ買ったんですけど、あっちか。ミュージックセクション。え、ギター弾けるの？弾きます。あ、すごい、うん。ワンピースのトレーディングカードを今集めてて、で毎日のようにここ見に来てた時期あります。ここがワンピースカードコーナーなんですけど、ほぼほぼ持ってるけど、まだ持ってないのはいくらかあるんですよ。これとか持ってないです。この絵とかもかっこいいっすよ、マジで。カイドウね。こっちは漫画なんですけど、漫画はもうめちゃくちゃ持ってるんでめちゃくちゃ案内してくれてる釣りもする？釣りします。あ、するんですね。けど最後の時は夏ですね。料理もしますか？します。得意料理は？シチュー。シチュー、はい、オックステールシチューとチキンシチュー、うん、今一番ハマってるのは何なんですか？一番ハマってるのはワンピースのトレーディングカードです。このカードなんだよ。もうそんなレアじゃないカードも含めてファイルに全部入れて、もう本みたいにしてこう眺めて、バスケを語るぐらい熱く語っておられますね。バスケよりも熱く語ったかもしれないすいません、ジョーさん何買ってるんですか？あ、これ個人的な、なんか何か直接何買ったんですか？これただの加湿、加湿器ですよね。はい、16,300円と200円。え、まだ今3,000あるよ。3,980円だ。いや、もういいよ。 OK、 皆さん選ばれました。ワーコレ、ワンピースのワーコレフィギュアのネコマムシです。うちのネコマムシと同じ名前です。はい、Let's start off with this. Let's start off with camping stuff. The camping stuff. キャンプアイテムね。はい。Yeah. ただあれですよ、皆さん、これもうこれでゲットできたわけじゃないんで。いや、え、これでゲットしていいっしょ。一人300円ずつあげますんで、UFO キャッチャーにチャレンジしていただきます。大丈夫？え、いけるはず、いけるはず。え、うそやろ。下見ろよ、下見ろよ。こっち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 。余裕じゃん、もう終わってるよ。あー、へい、言うてる。へい、オッケーだよ。全然ダメです。でもほぼもう、リカもね、ちゃんと試してもらうから、ちゃんと。ちょっと怖いな、これな。頭の方で行ってみたよ。持って、イエーイ、リセット、リセット。ノーカウント、ノーカウント。これはあの店長に聞きます。店長に聞きましょう。はい、店長に聞きます。審議、審議、タイムアウト。大丈夫じゃないと思う。いや
味方じゃないの、チームや味方じゃないんですか、チーム聞いた今店員さんは OK です。あ、いいんですか、急にジョージ人気やな。もうそれで撮れたらすげえかっこいいな、なんか。見てるよ、いけんじゃない？チャン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 。あー、逆。どうしようかな。あんま奥行かん方がいいんちゃう。あー。あー。あれ？反対か。Oh my goodness gracious！ どっちみち勝たなかったわ。No！I have one. team. 緊張します。なんか俺も緊張してる。なんぞや顔。見てない。開き直ってます。見てないよ。ゴー！これ OK だぞ。OK。汗すごいです。試合ですか？試合ですか？はい、ということで戦利品イエーイ、みんなゲットしてます。本当にね、良かったと思うんですが、いや、やっぱ毎度そうですけど、元気出るっすね、マースポ。うん、I'm just happy to be here. I'm glad for this stuff. I'm kind of a good winner. いや、マースポもスタッフもみんな今安堵してます、はい、本当良かったです。シーズンこれからも頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今回も始まりましたネクストチャンピオン、 NTT 西日本ソフトテニス部の内田陸選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。内田選手は浜田市出身、学生時代は小学生から大学生まで全てのカテゴリーで全国優勝、今年行われたアジア大会では団体で銀メダル、ミックスダブルスでは銀メダルを獲得しました。まずはあのアジア大会、非常に大活躍でしたね。はい、全員で掴み取った銀メダルだなと感じています。一番面白いところ、どういったところですか？ボールが柔らかいので、あの風とかの影響を受けやすいんですね。外でやったりするとか、コートによって戦術も全然変わってきますし、陣形も近年でいうと2人とも前にいるっていう攻撃型のダブルフォワードっていう陣形だったりっていうのも流行ってきたりしてて、まあ、いろんな陣形が、あったりするのがソフトテニスの面白いところだと思います。この中でもこう親しい選手だったり、まあ、刺激をもらう選手ってどの方ですかね？上松選手は、まあ、小学校の時からずっとあのライバルとして何回も試合やってきたりしてて、まあ、今回アジア競技大会でもミックスダブルス決勝でやって、負けてしまったんですけど、あのすごい彼にはあの小さい頃からいい刺激をもらってて、もう一人同級生、あの本倉選手がいるんですけど、同期入社で、ずっとあの仲良く一緒に助け合いながらやらせてもらってますね。内田選手についてチームメイトは、そうですね、雰囲気を明るくしてくれるような存在でもありますし、テニスコートに入ってしまえばもうやっぱり勝ちにこだわった頼れる柱、エースっていうような存在だと思います。日本代表としてもこれからも長く戦い続けられるように、お互いがどんどん頑張っていかないといけないなっていうふうに思っています。この浜田のいいところってどういったところですか？浜田のいいところ、はい、いっぱいありますけど、まあ、まずは人がすごい温かいですね。あとは、まあ、海とかが綺麗ですし、食べ物でいうとお魚が美味しいのが有名ですね。いやー、こうやって話してると僕もちょっとソフトテニスやってみたいなと思うんですけど、はい、ちょっと教えてもらってもいいですか？全然任せてください。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあちょっとまず、はい、握り方から教えてもらって、はい、アジアチャンピオンの内田選手にソフトテニスの基礎を指導してもらえることに、そして私青山の野球の経験が光を放ちます。いい打ち方だな。野球の打ち方もこうやってパーンって、でテニスはで、もう野球じゃないですかそう、うまい。おあーやべここで内田選手強烈な一打返したのすごい野球のあれが出てる。ちょっともう試合とかやっちゃって
ってもいいですか。ですいいっすか。かもしれない、なりますよ。いいっすか。倒しちゃっていいっすか。いい、全然いいっすか。よろしくお願いします。全然僕もやっちゃいます。お願いします。から後ろ見ると、はいはい、もう前の動きとかで遅れちゃって、はい、今みたいになるんで、はい、常にこう前見といてっていうのが大事なんですよ。ありがとうございます。すげえ、すっげえ楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。最後に今後の目標を書いてもらいました。まあ、11月に開催される天皇杯で、優勝することが目標です。去年は天皇杯、3位で、まあ、大学生の時も3位になったことあるんですけど、まあ、3位が最高成績で、まあ、NTT の上松選手は今、天皇杯3連覇してるので、それを、阻止して、初優勝に、できればなと思ってます。島根から応援してます。ありがとうございます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。マースポはご覧の各社の協賛によりお送りしました。